呼吸器の SOS 見逃さないで、シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。電車のおもちゃで遊ぶのがマイブーム、3歳のつかねくんとお兄ちゃんが大好きな妹のつぐみちゃんです。今回パパとママからこんな質問をいただきました。ヒトメタニューモウイルス感染症ってどんな病気なんでしょうか。お答えするのは新藤小児科院長の新藤静雄先生です。ヒトメタニューモウイルスとは呼吸器感染症を引き起こすウイルスの一種です。2月から6月に多く見られ、生後数ヶ月から5歳くらいの乳幼児がかかることが多いのですが、時には大人も感染します。乳幼児は重症化することもあり、注意が必要です。症状は発熱や咳、鼻水などです。 RS ウイルス感染症に似ていて、症状も見た目だけでは診断できません。ひどくなるとゼイゼイ、ヒューヒューといった喘鳴、呼吸困難を起こし、気管支炎や肺炎に進行することもあります。では予防する方法はありますか。感染力がとても強く、飛沫や接触によって感染します。保育園、幼稚園、小学校などでの集団感染に注意しましょう。帰宅後は手洗い、うがいを徹底して、家庭でもマスクを着用する、タオルや食器の共有をしないなどの対策をしましょう。1週間程度で症状は治まりますが、なかなか免疫がつかず感染を繰り返します。年齢が上がるにつれて徐々に免疫がつき、症状は軽くなります。また熱が長引くときは中耳炎や肺炎などを起こしていることもあるので、早めに受診をしましょう。手洗いうがい頑張るぞ。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。